皆さんこんにちは、こんばんはだぜ。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。何がだよ。前回実況させていただいた死ぬたびに世界が変化するホラーゲーム、アングラーフィッシュの最新アップデートを実況させていただきたいと思います。おお、このゲームアップデートされたのか。今回は何が追加されたんだぜ。今回のアップデートで新しいエンディングが追加されました。今回はハッピーエンドが来るのかもしれません。それと主人公が撃つショットガンの使い方も変わったみたい。早くやってみたいぜ。それと今回のプレイは前回の1周目のデータが使われているみたいなので完全に初めからではないっぽいです。オケマル。それと次のアップデートが2023年1月19日までに完了する予定とのことです。マジか。開発元も力を入れてるみたいで、リリース後すぐやってみたんだけど、途中で進行不能バグがあったんだけどすぐに修正されたわ。やるやん。それではやっていきましょうか。今回はどう変わるのか楽しみだぜ。それじゃあやっていくわよ。君は単に幸せになることよりも、真実を知ることを望んだ。ようこそ現実世界へ。ここで死んだらゲームオーバーだ。さようなら、愛しのセーブデータ。ここで死んだらもう一度最初からやり直すことになる。だから真実が知りたいのであれば、もう死ぬことは許されない。うわ、なんだこれなんだこれ、絶対ヤバいやつじゃん。お隣さんは見たことないな。お、取れた。少し見て回ろうぜ。奥にも繋がれてる。意識あるんかい。特に助けたりとかはできないっぽいね。はははは、苦しむがいい。やめたれよ。こっちにはムンクの叫びの主役張ってそうなのがいるよ。あれ主役とか脇役とかないからね。うわぁ、出てきた。どこ行くねえん。華麗な着地10点。これ以上進めない。これは、いけるのか？もう一体いるぜ。あいつ絶対味見がかり。無理せず反対側に行こう。なんか奥で音がする。仕事中でしたか。テレワークお疲れ様です。邪魔しないように出ましょうか。トイレ。な、何も、なかった。お休み中ですね。一服してやらー。なんだろう、喫煙所で吸ってもらっていいすか？仕事するやん。はじめからです。実話に基づいた物語。戻ってきた。海星の力が宿った赤狼。人は一人で勝手に助かるだけだよ。つまり自力で出ろと。ムンクはもうダメそうですね。右は無理そうなんで左行けるのかな。しゃがんだ。
しゃがむ脳がないと思ってたよ。いけた。これ俺らの血か。くそ、美味しくしやがって。許さんぞこら。ヴァンパイア結構知能高い。あ、めっちゃ見られてる。めっちゃ追われてる。主人公知能低そう。あ、こいつら登れない。やべえ。うへえ。満身、ダメ、絶対。脇目も振らず走り抜ける。一瞬の風になって走れ。勝った、第一部、完。プールに落ちたね。取れない。この部屋は特に何もなさそう。声が聞こえる。さっぱりわかんねえ。ビリヤードに何か強そうなのがいる。テレビ見てる？あ、すいません。ごめん、ちょっと手が震えて。あ、これステルスするやつか。よし、行ったぞ。走れー。キッチンかな？気づかれない。うへー、いっぱいいるわ。え、いすぎじゃない？うわ、このゲームグロ注意だよ。遅いわ。きつ。見て、あれ、影がついて私でした。ヴァンパイア王国ができてるぜ。自給自足しやがって。何度見てもグロいですね。なんか食ってる。友人もいるぜ。あ、エロいやつだこれ。真剣ゼミでやったわ。絶対違うやつ。ジェリクだっけこいつ。お似合いだな。今回はここまでです。まだまだ先が気になります。私が経験していない変化とかもたくさんあると思います。気になった人は概要欄にゲームのリンクを貼っておくので、ぜひ買ってプレイしてみてください。次回は続きからやっていきたいと思うので、ぜひチャンネル登録、動画への高評価お願いするぜ。このチャンネルではいろんなゲームの実況や紹介をしていきます。動画への感想やおすすめのゲームなどあればコメントで教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。アングラー、続きからやっていきます。うわー、敵いる。あれ？新郎もいるぞ。あ、逃げた。一周目では新郎、お前のせいでここに閉じ込められたから、捕まえてボコボコよ。はい。
速度上がるんかい。お、追い詰めた。やりすぎ。主人公の怒りが垣間見えるぜ。マスク取った。なんか始まった。動けない。あ、マウスか。あ、お客様、お席の用意ができました。ミラジョボビッチニボーと赤いキャリーフィッシャーは凄まじい速さで中華料理を食べ尽くしましたんですよ。さあテーブルにご案内いたしましょう。逃げるか、ついていくかのどっちか選ぶのか。こんな不気味なとこはさっさと逃げるのが正解だぜ。私も逃げるに一票かな、滑った。召し上がるとは？かっこいいミシン。誰食べたい？右下のが美味しそう？まあ下陸でいいか。うーむ、ヴァンパイアっぽいですね。これは逃げてもよかったぜ。頭食ってる。やばい店だった。あ、グロ注意です。遅いわ。ジェリクかっこそのまま。正直逃げたい。逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ。ってシンジ君が言ってた。おう。これはお口直しが必要だが、デザートで何が出るか。ケーキなら大丈夫そう？じゃあいただきます。私がデザートになるー。はい、食いしん坊は嫌われるってね。断る勇気。お、出れた。これでクリア？あれってノーマのオーナーの新しい店か。そうだもん。そこもアリの料理が出るのか。出ないもん。アングラーフィッシュの料理はもっと環境に優しいのよ。はい、さあ。くっそ。死んじまった。ジェリクが腐ってたんでしょうね。アングラーフィッシュ第一部官。まだショットガンとかも拾ってないし、ハッピーエンドがあるかもしれないから、まだ続くのかな？少し待ってみるか。待って、ちょっと待ってよ。ハリウッドのエリートたちが実は秘密のヴァンパイア教団の一員だったっていうゲームを作りたいの？そうだ。吸血植物に人を閉じ込めるような秘密の教団だ。悪夢のような昏睡状態のまま死んでいくんだ。それにヴァンパイアは彼らの肉を食べることだってあるんだ。デンマークのレストランで？そう。そしてそれも実話に基づいていると主張したいの？そうだ。
ホラネットで検索すればこういう陰謀論が。もういいわ。ヴァンパイアとか変なのを書けばいいのね。そうだ。分かったやるわ。ところで一周プレイしたぐらいでハッピーエンドを迎えられると思った。な、何？アンブラーフィッシュは2周目に続くのよ。いろいろな要素が変化して新しい真実も明かされるわ。もちろん新しいエンディングも。今度はハッピーエンドになるかも。はい、まだまだ続くようです。アップで前に1周目をクリアするとあそこから始まるのかな？ここからが本番のようなんだぜ。安定のウルトラハード。はよやれや。ここで何を選ぶかによってゲーム内で3回発生する特別なことが決まります。慎重に選ぶんだ。あ、前回選んだやつがないね。前回は真ん中のチョコドーナッツを選んだんだぜ。今回は海外でありそうなやつを選ぶよ。前は何も選べなかったね。選べるんかい。キャラクターは変更できないと。次は声優ね。これで何が変わるかわからないけど。この声は、調べられるものは耳で教えてもらえると。はい、では今回はここまでにします。次回から少し変わってくると思うぜ。最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いするぜ。それじゃあ、バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。アングラーフィッシュ続きからやっていきます。この犬全く懐かない。うわ。暗いよ。
誰もいないぜ。扉も閉まってる。敵出たらヤバいんだろうな。珍しくバーテンダーもいない。あ、ジェリクだ。ロープで渡るのかな。なんかネチャネチャするぜ。あ、あなたのロープでしたか。ハサミゲット。これでショットガンの部屋に行ける。またお願いします。時計がバグってる。ネチャ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 。おい、やめろ。うひぃ。え、ジェリクか。起きたな。急には止まれない。おじさん完成すごいから。マリオもびっくりするほど滑る。ハサミが落ちてるぜ。アプデで何か変わってるかちょっと確認してから行きます。はい、特に変わってなかったので進みましょう。お、ショットガンの仕様が変わった。マウスで狙って撃てるぜ。前までは向き合わせてスペースだったから右手が忙しかったけど、これは楽になったぜ。距離も伸びてる。なんだこれ。でかいトイレ。気にするとこそこ。最強になってしまった。ループに囚われたおっさんがショットガンを見つけて無双する剣。小説でも書くか。動きながらだと当てづらい。ここ難しいかも。あれ？いなくなってる。勝手に開いたぜ。生首だ。すごくない。当てにくい。消えた。何だったんだ。ここ暗いやつ。蝶を集めます。敵もいないんで倍速。今敵いた？明るくなったら見てみよう。いなくなってる。気のせいだろう。ここショットカー開け忘れてます。ないどこさんちっす。人は勝手に助かるんだよ。来たー。なんで？助けないといけないのかな。あのないどこにやられたんならちょっとムカつくわ。芝居たるわ。やめたげてー。
そういえばドリンクもあるぜ。死神がなくなってる。水だ。なんか変わったか？ショットガンの照準がハートになったくらいかな？敵多いよ。ああ、めっちゃ励ましてくれるやつじゃん。嬉しい。アヒルちゃんがいる。便利だね。ショットカー開けてないからだぞ。エイム力。当たった。開けろよ。やっぱりここどうなんだろう。撃たないとダメなのかな。もう一回試してみるか。しかしダメそうですね。次は脳天撃ち抜きます。では今回はここまでにします。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあバイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。アングラーフィッシュの続きからやっていきたいと思います。前回はナエドコさんに殺されたところからです。やっぱり倒さないとダメなやつなのか。では早速行きましょう。やっと助けられるのね。やっぱり正解みたい。ここはもう変わらないのかな。いる。こいつ不死身か。たまに出てくるけど何なんだろう。この目玉潰してるけど何だろう。収集要素かな。ここでくつろげる精神力。これは精神科通いますわ。お、ビール。え、来るなぁ。なんか下半身がついてくる。ここかな？なんだここ。うわぁ、なんかいる。バケモンいるじゃん。こんにちは。顔こっぱ。あぁ、お仲間でしたか。この実況してるゲームあれだね。同じ開発のゲームだね。反対側の部屋のやつだね。邪魔しない方が良さそうだね。コナミコマンド。Thank you.
したけど何もないね。遊ぶな、たたられるぞ。特に何もない部屋でした。ここも URL にコードがあるって。今度やります。お、攻撃してこない。かわいい。かわいくはねえよ。ペットみたい。標準が小さい。移動が難しいです。おじさん完成すごいから滑っちゃう。もう少し。オッケー。ここやっぱり主人公の家だよね。ゲーム開始時の部屋に似てる。奥さんかな？キッチンみたいなとこでバラされてましたけど。謎だね。息子。まあ、わからないし行こうか。アイスクリーム。うまい。アヒルの前の部屋のコードがフリーゲームにあるよって言ってるのかな？英語読めないぜ。オフィスだね。友人、犬が好きなのか。ジェリクー、本体そっちかい。椅子、動くときは言ってくれ。これ誰？主人公っぽいけど白髪の奥さんじゃない？なんか口から出し合ってるけど。うおー、仕事してた。これも主人公？左手食いちぎられてるけども。これはあのデブね。で、振動。足つながれてますよ。左から振動デブトイレ主人公ジェリクイヌか。真ん中の人は誰？この後に出てくるベクトにいる白骨化した骨かな。こいつよく見ると手足あるんだよね。食虫植物を背負ってる感じか。キモいね。ピンクドーナッツの部屋。生存者発見。ブンブンしてる。ほどけないね。おっと、中から鍵が出てきた。ラッキー。サイコパスかよ。鋼の精神力だから。この檻の中のアンパンみたいなのなんだろう。いつも取りに行ってるけど何かわかんない。多分意味のないものだと思う。でも行っちゃう。抗えない。あのアンパンに抗えないの。取った。アンパン取った。アンパン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 。別にアンパン中毒じゃないですよ。なんか来たー。いや、これは禁断症状。こんなのいない、こんなのいない。あーいましたー。薬、ダメ、絶対。顔が変化したー。ええやん。
あ、取れた。かぶった。え、この黒いの無敵なんだけど。リセット。消えたか？いないね。ショトカ開けてないんでカット。おい開けろよ。完全にビビって忘れてましたね。敵は撃つぞ。特に変化なしなのでカットしました。めっちゃ逃げるやん。私はロバー、私はロバー、ハードボイルドなロバー。何それ？ハードボイルドなロバの歌。あ、はい。この頭イカスじゃん。気に入っちまったよ。さあ、イス。社畜？あ、やばい。勝った。ここ暗いんだよ。敵もどのくらいいるかわからんしね。こわ。骨を踏まないようにだぜ。道合ってるのこれ？ここ絶対踏んじゃう。うわ。びっくりした。骨踏んでないのに来るのは聞いてない。一番ホラーしてる。頼むから骨またいでくれ。やばかった今の。明るさが怪しい。手が取れた？絶対死ぬやつじゃん。あ、わかった。勝った。ふう。癒しルーム。少し釣りでもして落ち着こう。釣れないわ。もう行く。地面とか。済みだ。というわけで今回はここまでにします。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。皆さんこんにちは。続きからやっていくよ。こんばんはだぜ。前回は集団のヴァンパイアにやられたところからだぜ。絶対ボコボコにしてやります。行きましょう。赤いのは一発だから、そこから攻めていきます。横たわってたのも起き上がってきたぜ。あいつはあと。まずは数を減らして。喉に銃を突っ込んで、とどめ。よっしゃ。私くらいになればこの通り。はじめ死んでたけどな。え。とりあえずショートカット開通。新郎とジェリク。え、自分で行くの。なんで？私ができなかったじゃない。おい霊夢、抑えて。狂気が滲んでる。この女の人も悪いやつでしょ。
消えた。ファン。綺麗な花火でしたね。むやみやたらに人を傷つけてはいけない。大人になったね。MJ。落ち着け、強盗だ。皆を助けに来たんだ。お、帰れる。もし俺の助けを感謝しないようならお前らクソ野郎ども。一人残らずピーしてやるからな。帰った。帰れねえじゃねえか。ジェリクアヒルの浮き輪取られてる。彼は大切なものを盗んでいきました。アヒル取られた。かわいそう。また来た。トイレ入るとまた来そうだから進みます。強盗でしたよ。今まで開いてなかった書とかです。マリオがいます。声が聞こえる。今までここあんまり敵がいなくて癒しだったのに。お勤めご苦労様でした。ここの仕掛けも猿でもできる。あれ、ここに猿イカがいましたね。おじさんは感性がすごいから。なんだここ？戻れボケ。はい。道を教えてくれるなんて賢いオウムだね。今の霊夢は賢いチンパンジーだぞ。はい、人間様に戻りました。私賢いのでチャンネル登録と高評価お願いします。はい。霊夢も言って。ほら早く。チャンネル登録と高評価お願いします。声が小さい。チャンネル登録と高評価お願いします。偉いですねー。リア充沈め。おい、やめろ。はい、ここから暗くなりますので注意です。なんか向かってきてる声がする。怖っ。びっくりした。もう向かってくる声はないね。骨踏まずに進もう。あ、あった。この右が第二の書とかです。開いてんじゃん。ここスチームでレビューの数がいっぱい来たらって書いてあったところですね。ちょっと見てみよう。ストーリーには関係ないと思うけど、なんだろう。コウモリ人間、ヴァンパイアかな。赤い女の人だ。ちっさ。コンセプトアートだって。隠しエンディングがあるけど鍵かかってる。見てみたけど今は特に何もなさそうかな。ドアの奥行けたら動画にします。じゃあ戻ります。あれ、誰もいない。生贄がないと扉が開かないぜ。え、持ってかれた。真理の門に持ってかれた。ドアを開ける対価にしてはでかいぜ。ショットガンだけでも返してほしい。マリサあげるから。おい、女の人もいない。進むしかないね。お、友人たちだ。
みんな無事だったか。心配したんだぞ。前、来てるって。パン。銃がないと無力です。シールドもらえた。嬉しい。右手なしでこの先生き残れるのか。難しいだろうな。何かを得るには何かを差し出さなきゃいけないんだぜ。そっか、そういうことか。わかったよ。行くぞすごいカットしてないのにここに繋がってる。ストレスフリーだ。うわなんだこいつ。汚い犬。しかも無敵かよ。よし消えてる。グッバイ右手。何の時はお世話になったよ。霊夢さん。はい、では行きましょうか。敵は掴んでくるので素早く移動することを心がけましょう。幸いヴァンパイアシールドもあるから一回は耐えられるし、作戦も考えてきましたし、ここの作戦はですね、自分命大事に、友人ガンガン行こうぜ。肉立て。お前も行け。この狭い足場で3人は無理だから。おお。右手が帰ってきた。勝ち。あとはこれの繰り返しだぜ。楽勝楽勝。止まって見える。ごしゃ。ああ。満身、ダメ、絶対。次こそは。なんだあれ？トランクさん。心臓3秒止まったよ。あ、音量注意です。心臓の弱い人も注意してね。おっと、少し放心してたわ。びっくり系は単純にびっくりするぜ。あれは怖いとかじゃない。倒します。ショットガンは連射できないので一発一発、狙いを定めるよ。ヴァンパイアシールドもらったけどこのボスシールドの意味ないから、しっかり当てて鼻水は避けよう。これ鼻水じゃないと思いますけど。鼻水です。鼻水です。はい。ちょっと速くなってきてるね。これは大丈夫。今危なかったぞ。第二形態、増えすぎー。感覚も狭いし。今押されたー。危なかったぜ。これ弾速マジ速い。さっきからギリギリなんですけど。結構難しい。限界突破した。やったか？フラグやめろ。うわぁ、来た。押されるー。あ、落ちないわ。知ってた。下に鍵があるから拾って帰ろう。はい、今回はここまで。
主人公は無事脱出できるのか。次回までお待ちください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。アングラーフィッシュやっていくよ。ボス倒して鍵拾ったからあとは帰るだけだな。帰るまでが遠足だから気をつけよう。扉に鍵があるね。隣の部屋に行こう。奥に鍵が落ちてる。もう冬ですね。そんな時期に池に入ったらやばいぜ。寒いから早く出よう。道教えてくれてる。なんか通らなかったか？ついてこいってことかな？いました。さっき倒したから改心したのかな？そうだといいんだが。とりあえず女の人についてくよ。油断したところをやられるかもしれないから注意だぜ。結構長い。そこら中からヴァンパイアの声がする。ここで追われたら終わり。もうそろそろかな？あ、ダメですわ。見つかった。逃げろ霊夢。この先2箇所は敵がいたからその奥に行かなきゃ。下だ。この先いるかな？お。出口だー。ここも鍵があるのかな？じゃあ遠慮なく。後ろです。こんなとこに落ちてたか。こんなとこに落ちました。アサリゾンじゃねえか。オケ。うお、心臓に悪い。なんもいないね。うわ、赤いのがいる。絶対何かされる。おや？動かないね。ただのカカシでしたか。これどうしよう。降りてくるんかい。あ、勝った。めっちゃ来たぞ。ここは。逃げろー。声がやばい。あぶね。もう追ってこないね。これで出れる。もう何もないよね。普通に出てもいいよね。出れたー。じゃあ帰ろう。いてー。聞いてない。最新エピソードだって。行ってみますか。YouTube で流していいんだって。じゃあお言葉に甘えて。
いい歌だった。聞き入ってしまったぜ。というかいつまで倒すのこれ。上イザナミだ。おい、完全にエンディングの流れだっただろ。まだ続くのかな。まだアングラーフィッシュに囚われてるのか。鍵もあるし。今回はここまで。今回ホラー要素薄いな。でもいい曲聴けたから。はい、完全なエンディング詐欺です。お疲れ様でした。続きを見たいと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回もアングラーフィッシュをやっていきます。次こそは脱出したい。行くぞ。ジェリクかわいそうに。鍵はもう取らなくていいらしいな。開いてるね。ここ好き。あ、デブだ。通れないぜ。だから痩せろと言ったんじゃないか。あ、はいはい。このヴァンパイアを当てるんですね。友人の扱い。お、倒した。ショットガンより強くない？相変わらずどいてくれないのであった。杭の刺す方向に行けってことじゃないか。何かあるのかな。穴が開いてる。お、勝ち。弾が3発しかないぜ。いけるっしょ。え？ああ、気持ちいい。霊夢が壊れた。貴重な弾を。散財気持ちいい。あ、やめて。来ないで。亡くなりました。嫁ちゃんだ。生きてる？息はしてる。何かないかな？もっと他を探そうぜ。なんかあるよ。これを打てばいいのかな？絶対ダメなやつ。なんかわからないけど打ってみよう。良い子は真似しないでね。そんなことより消えちゃったよ。よほど打たれるのが嫌だったんだぜ。ここを出てから確かめよう。ゴールはもうすぐだぜ。やっぱりタイミングよく行くよ。さあ、早かったな。あいつら前に入ったらすぐクチャーだから難しいんだよ。次は失敗しないようにしなきゃ。よし、左から行こう。これはいい感じ。めっちゃ増えてるけど。うちゃー、入るのが少し遅かった。頑張れ。走れー。よしよし、いい感じ。お、これもう上がってこれないんじゃない。めっちゃ来たー。もう少しだー。あぶね。もう追ってこないね。じゃあ出ようぜ。かん、なんで？まだ終わってないから戻ってこいって。やだ帰るー、行け。はい。戻ってきてくれて嬉しいわ。前回は大きな一歩を踏み出したわね。
恐怖と暴力で世界に立ち向かうのではなく、愛を持って両腕を広げて世界を受け入れるのよ。この花クソおばさん、いいこと言うやん。やっぱりラブ&ピースが大事なんやなって。世界が変わって見えるよ。素敵だ。ほら、あれ、おいで。なんだこれ。この腕に。マジか。焦らないで。無敵だよ。ニンニクでも食べたの？これが本当のエンディングだったのかな？世界にはこんなにも愛に満ちてるって。メッセージが詰まった作品なんだね。この愛が感じれた人はぜひ、チャンネル登録と高評価をして幸せになろう。おかしい、けど、お願いするぜ。これがゆっくり式 SDGs だよ。違くない？愛がわからないマリサさんにはまだわからないかもね。祝福されてる。いや、殺しにかかってましたけど。これはホラーじゃなかったんだなって気づかされたよ。十分怖かったよ。違うの。体が軽い。こんな幸せな気持ちで戦うなんて初めて。もう何も怖くない。何言った。プークスクス、愛に救われると草。愛だと。ホラーじゃないとか言ってたけども、サバイバルホラーで愛がお前を救うことはない。人生はサバイバルホラーだ。だから生きたいと思うなら、愛なんて忘れるんだ。はい、これが霊夢の愛の形なんですね。そういえばこれホラーだった。ショットガンが落ちてる。愛はない。引きずってるやん。愛はない。愛はない。最初ここ来た時はショットガンなかったから進みにくかったんだぜ。愛はない。ハムレット書いてる。シェイクスピアってヴァンパイアだったのか。よし行こう。トイレ。中のやつは倒せないのかな。無理そうだね。猫身を一撃。なんだここ？壁に何か書いてある。命令してる。太陽に弱いらしい。太陽を克服した奴がいる。炭治郎。踊ってる。この中にいるのかな？特に何もなさそうだぜ。慈悲はない。これはサバイバルホラーだから。めっちゃ効いてるじゃん。ここは何の部屋かわからないね。
調理場か。こいつ、やるな。スイー、と逃げた。ここにもはびこってますな。こいつ、できる。ぴょんと。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。次も見たいと思ってくれた人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、バイバイ。こんにちは。こんばんはだぜ。アングラー、続きからやっていきます。前回脱出できたけどまだ続きがあるって戻ってきたとこからだぜ。で今回でエンディングになります。アイは死んだ。敵を殲滅して終わらせましょう。こいつ、シールド貼ってるぜ。外したー。バカー。実話に基づいた物語。そレイムは FPS の中だけにしてもらっていいですか？そレイムさん。いや、あいつボスだわ。ワンは、どこの世界にテレビ見てるボスがいるんだよ。はい。次は仕留める。なんで？不意打ちは一発じゃないの？あいつエリートヴァンパイアだわ。他のやつ働いてるのにあいつだけくつろいでるし。No, we wouldn't, honey. No, この奥に何かあるのかな？全然倒れないよ。先行こうか。ゆっくりが入ってるよ。リアルゆっくりはダメなんだ。ここも隠れる必要なさそうだね。まあでも不意打ちを決めようか。角待ちレイム。ミス。ああ。ごめんって。許して。許されなかった。影から仕留めることに後ろめたさがあった。だから正面から行こう。来い。オッケー。広いとこならさすがのクソエイムでもやれたか。これも応援してくれる視聴者のおかげです。チャンネル登録と高評価もらえるともっと頑張れます。ぜひお願いします。また来てしまったか。手を挙げてるけどどうする？やる。あぶねえ。手を挙げてるけどどうする？ラブ&ピースだよ。さっきは戦争の火種を作ってたけどね。このチャンネルでは世界の平和を願っています。初詣と七夕でもそう願ってる。口からで任せ。はい。茶番は置いといて。一斉に来たら負けるけども、襲ってくる気配がないぜ。グロ注意。もしかしてこの人たちを救った？この食肉たちを？食肉ちゃう。ビーガンの勝利。そんな世界線はありません。だからここは早く抜けたいね。君たちは食べるのやめないんだね。お腹でも空いてるのかな？出荷されたか。ジェリク、生きてたか。前はこの先に新郎がいたっけ？ちょっと変わってる？ロックな曲。おや？新郎と友人がいるぜ。握られてる。片方しか助けられない？ああ、襲ってきたぞ。あぶ、危なかった。あるあるだけどエレベーターのボタン連打。友人を、許さん。友人催眠でもかけられてるのかな？何も話さないし従順だし。ここを出れれば何かわかるのかな？行こうか。なんだ？
っちゃいる。暗くて気づかれない。パリピアン。撃っても気づかれないかな？うお。撃っていいのは撃たれる覚悟がなんちゃらって親戚が言ってた。なに？お前の親戚怖い。ここは初めから倒せば問題ない。パリピは敵だ。支援。上からまた来てるぞ。チャンス禁止でお願いします。めっちゃ来る。お、やったか。まだいる。飛んでくるやつの声ぐい。バーテンダーだ。バーテンダーは普通なんだよな。襲ってこないしね。やばい。来すぎじゃない？食堂にいた奴らも来てるんじゃない？ってくらい来てるよ。絶滅不可避。出口。うおお。不死身がいる。かわいいネーミング。でも照準は出るね。当たってる感じはしないけど。消えるの待つのかな。じゃないと奥に進めないけどな。帰った。いた。これ無限枠かな。反対側に何かあったりして。戻れないし行ってみようか。ちょっと射撃上手くなってる。めちゃ即落ち2コマ。はい、ここまで戻ってきました。パワプロのミート S くらい照準でかくなってるじゃん。いいでしょ。すごい便利。これ奥の部屋に入るのかな。エレベーターだったけどそこなのかな。いやでも画面端からめっちゃ来るから入りにくいよ。いけるか。ああ、耳が反応しないから入れない。お、ムーンウォークしてる。押し返せ。早くなってる。行くぞ。速度上がってる。めっちゃシュール。早い早い早い。行っちゃった。進もうか。出れたー。ごめんなさい。何もしてないんですー。説得力ゼロ。しばらくエンディングです。すぎじゃない？秘密を明かすべきかな。どうして？だって2周目をクリアしたんだからさ。クリアした。ちょっとだけよ。まだ3周目をプレイしてないじゃない。まだ続くんですね。わかります。僕たちが最初につけた本作のタイトルは
逃げ？ジャグス、ジャブラ。2023年1月19日に特別な3週目がアップデートされるんだ。アップデート。うん？新しい2つのエンディングが含まれていて、そのどちらかはハッピーエンドになるのかしら？ハッピーエンド来るか？バッドエンドも見てみたいけども。新しいアップデートが行われるまで君のゲームはロックされる。そのアップデートは最初の2週分のデータを利用することになるからね。前回この説明がなくてもう1回できないかいろいろ試したよ。スチームにレビューを残してくれた皆さん本当にありがとう。ありがとう。レビューを残してくれるということは本当に大きいことなんだ。次のアップデートまでにゲームをクリアすると何かもらえるわよ。今回はこのあたりでもうやめにしておくわ。ジョンがまたバラしちゃうから。次回楽しみ。はい、というわけでアングラーフィッシュ2週目クリアしました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このアングラーフィッシュは来年の1月にアップデートが入るので、好評ならアップデート後もやっていきたいと思います。面白いと思ってくれたり、続きが気になる人はチャンネル登録と高評価お願いします。コメントで感想なども聞かせてね。このチャンネルではいろんなゲームの実況や紹介をしていきますので、応援お願いします。それじゃあバイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回はアングラーフィッシュの2週目をクリアしたので、おまけ回になります。4桁のパスワードが必要なとこだな。はい、では行きましょう。来ました。ここの左側だぜ。まずは敵を処理しようか。これですね。ここに書いてある URL にコードが隠されているって書いてあるね。はい、コードは確認しときました。HUND です。開いた。何があるんだろう？お。車が突っ込んでる？なんかある。怖いから後で。開かない。どこ行けばいいのかな？動かないよね。よかったー。引きずり込まれると思ってた。こっちも行けないみたい。パソコンをいじるのかな？開いたぜ。めっちゃガシャガシャ。行き止まりだね。銃ないのに撃てる。アプデの弊害。やっぱここか。生存者発見。開けて。うわ、なんかいる。ぐちゃ。瞬殺。あそこは無理だね。え、浮かしたのか。やべえじゃん。やっぱいけないか。気づくな、ですよね。ガシャガシャ止まってるね。行くか。でもちょっと落ち着きたい。よし行こう。え、なんかいるのか？聞かなかったことにしよう。うわぁ。あなたトイストーリーに出てましたか？スリンキー。ディズニーさんやぞ。この話はやめよう。消される。なんかいる音する。は。こいつ寝てやがる。鋼の精神力。うお。なんかいるー。なんだハゲか。ネズミー。ドラえもん並みの反応。いけない。いい。いびたくない。横にしか動けないとかかわいそう。かわいい。
出口か？行き止まりの向こう側だね。うわぁ、いっぱい倒れてる。え、ショットガン。なんでー、やっぱり最後に怖いのは人だよ。よし、次は慎重に行こう。うわぁ、見つかったー。あ、これ撃ち方違う。当たるんかい。アプで前は向いてる方向にしか撃てないから。これで怖いものはない。助けたいけど。下半身持ってかれてるー。すまねえ、すまねえ。反射神経。次は仕留める。見えた。あとは右側のちっこいの倒して脱出かな。そうだといいけど、あの浮かしたやつも気になる。よし、行こう。いるぞ。やったか？うわ、なんだ？霊夢、後ろー。あー、銃落としたー。走れー。あと少しで、あ。お？許された？許されたようです。一応本編に関係ないおまけ要素です。このゲームと同じ制作者のゲームの、ザイアール、ペイシェント基本が元のゲームです。ここの右の部屋で実況してるゲームもこれですね。はい、では今回はこれで終わりにします。この作品が良かったり、おまけのゲームが気になる人は、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは、バイバイ。マリサマリサ、おいこらマリサ。聞こえてるのかマリサ。はいはい、聞こえてますよ。はいは一回でしょ。もしやそんなことも知らないのかな。うざい、うざすぎる。そんなわけでこれあげる。いや、いらないけど。せっかく温めておいたのに。余計いらないぜ。わかった、じゃあサービスでおじさんもつけるから。もっといらないわ。絶対気に入ると思ったのに。はい、という茶番は置いといて、今回はアングラーフィッシュをやっていくわよ。おいおい、またこのゲームやるのか。これで3回目だぜ。やるわよ。というのも今回アップデートが入りまして、3週目が解禁されました。それは楽しみだぜ。今回こそはハッピーエンドを迎えることができるのか、やっていきましょう。はい、というわけで今回は前回実況させていただいた、アングラーフィッシュのアップデートが来たのでやっていきたいと思います。1週目と2週目のリンクを概要欄に貼っておくので、まだ見てない人はぜひ見てください。それじゃあ、やっていきます。まずはオプション。難易度普通を選びたい。安定のウルトラハード。じゃあプレイ。鶏だ。あ、ちょ、行かないで。かん。ご視聴ありがとうございます。諦めんな。まだ始まってすらないぜ。とりあえずどこか触れるかな。息がいい変更だ。キーコンフィグカッコ物理。何か変更すればいいのかな。お、戻った。気を取り直して始めるよ。ここで何を選ぶかによってゲーム内で3回発生する特別なことが変わるよ。でも3周目だから選べるのは一つだよ。慎重に選ぶんだ。まあ今回は選べないけど。待ってるやつでいいっすか。しょうがないからこのドーナッツを選ぶよ。はい、オープニングは変化なかったので倍速します。
一応あらすじを説明するぜ。職場の友人が結婚することになり、主人公は他の同僚たちと共に、バーアングラーフィッシュで開催されるバチェラーパーティーに参加することになった。みんなが仮装して参加するパーティーに、女子高生の制服を着て参加した主人公。誰が結婚式で新郎の付き添い人になるかを決める楽しい競争が始まったパーティー。しかし、そんな楽しい時間は突然終わりを告げる。アングラーフィッシュの秘密が、その晩最後の一杯を決定する。はい、ここに入ってから死ぬたびに変化していきます。始まったね。いけ。犬に早入れって言われてるぜ。わかってるわ、やば。めっちゃ痛いやつ。想像しただけでホラーだわ。畜生、めっちゃ進化してやがるじゃないか。多分違う。初手から。開いてるね。銃がないんだけど。あ。避けるチーズ。でも避けられそうではあるな。次は頑張る。この NPV だと撫でられるのに全然懐かない。ここで好感度を上げるぜ。ダメでした。はじめは銃なしで行かないとダメなんだね。他の人を襲ってほしい。そのうちに逃げるから。それ罪です。はい。諦めなさい。いや、いける。ほい。いけた。ギリギリ。おじさん結構完成きつい。しかもここちょっと足速くなるぜ。出る場所がわかれば楽勝だね。さすがに3周目だしね。はい。次行こうか。引っかかってる？ここは骨を踏まないように気をつけるんだぜ。ゆっくり行くよ。行けた。この先はただ暗いとこで蝶を集めるだけだから倍速。マジで何も見えない。この先の苗床先輩って頭吹き飛ばさなきゃいけないのって2周目だっけ。私も覚えていないぜ。通ってみればわかるか。初とかは忘れずに当てよう。2周目ではずっと忘れてて何度も遠回りしてたな。いた。ごめんだけど行かせてもらうわ。わあ。行けないじゃん。今回殺意高いじゃん。冗談でしょ。ドロ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 。死にました。あの犬はスタンド使いか。イリー。くそ、笑われた。諦めるわ。おい、本気か。あいつ本気で終わらせやがった。これはゲームと私たちとのクリアをかけた生存戦略なのだぜ。もう諦めない。決意を力に変えるんだ。オラオラ行くぞ。だが断る。ほいっと、またここまで来たわよ。何か変わってるといいが。通れるかな。ああ。苗床先輩許すまじ。いや、今回も私が勝つさ。3周目はクリアできないってさ。諦めない。ほい。この先にこのまま行ってもやられるだけだしな。何か別の方法を探さないと。お、隠し扉。こんなところにあるなんて。また買ってしまうのか。おい、進めないぜ。この両サイドは？あった。え、反対？あの犬もクリアさせる気がなさそうだぜ。おい、結局この隠し通路は意味なかったのか。うん、いけないね。
部屋は銃があった場所だね。鶏。銃だよ。え、今鶏じゃなかった？銃だったよ。そうか。ここに繋がったのか。お、鶏で倒すと敵の体が鶏になるのか。鶏じゃねえかそれ。あ、いや、ショットガン。でもこれで先に進めそうだね。怖いものはない。何それコッパ。即落ち2コマ。ネズミがついてきた。助けたつもりはないんだけども。ショートカットもちゃんと開いてるね。かわいい。あ、これ体の一部がニワトリになる銃だ。面白いね。この穴に帰るのかな？帰らなかったわ。締めに行くか。あれ？いなくなってる。これなえどこ先輩？この手で仕留めたかったのに。ここたまに激ムズが来るから気をつけないと。今回は簡単だったね。挟まれた。お、このネズミが右のやつ倒したぜ。相棒、手伝ってくれるのは嬉しいな。ネズミも気持ちよさそうに入ってる。行こうか。外した。やべ、危なかったぜ。はいはい、戻りますよっと。はいは一回やろが、どつくぞ。ガチギレやん。どうした？いや、冒頭にちょっと悩みがあるなら聞くよ。あれ、おかしいな、忘れちゃったのかなこいつ。いや大丈夫だよ。それはよかった。はい、では今回はここまで。続きが気になる人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それじゃあまた次回。バイバイ。みなさんこんにちは。こんばんはだぜ。前回に引き続きアングラーフィッシュの3周目をやっていきます。今回やっと銃を手に入れて進んでいくところだぜ。ここは右から行った方が簡単だったかな。反対側に行こう。気づいてないかもだけどネズミくんが開けてくれたね。あ、開幕。もうやられてる様は慣れました。はい、ネズミくんが手伝ってくれるとは思いませんでした。できればハッピーエンドを見たいぜ。ほい。おうハゲ、いつものクレア。死にゆくし。お前変わっちまったな。ハゲにハゲって言ってるからだぞ。お、左に見たことない飲み物あるぜ。ほんとだ、面白そうだから飲んでみようか。酔っ払うって。飲んでみようか。一気一気一気、うまい。特に変化はないかな。私酒強いんで。何回切った大学生みたいなこと言ってる。みんなはゆっくり飲むんだぜ。うお、目が回る。ろれつが回ってないぜ。ああ、これすっごい。多分全然伝わらないと思うけどめっちゃ操作しにくい。スマホで見てる人は回しながら見てね。めっちゃ間抜けやん。柱に隠れてる。距離が思ったより近い。うおあぶね。柱の男だわあいつ。うりりりり。今風に言うと性格の柱だね。手塚ー、いや古いわ。古いというかなんというか、今なら鬼滅じゃない？一応ヴァンパイアだし。そんなことは置いといて進むわよ。おい。ところでこのぐるぐる画面どうにかならないか？ならないわ。なんか調子よくてこのままクリアしちゃうかも。はっはっは。え、冗談だよね。なんで無言なの？穴落ちた。よかった。あのぐるぐる見てる方もすごく見にくいぜ。ネズミ。やったのかお前。優秀。お前の名前はね、マメコ。かまどさんちとは関係ない。読み方。あと場所によって画面ぐるぐるしてる。ここでぐるぐるしてたら死んでた。ゆで卵？うん。そういえば今回のアプデのサブタイトルがザ・ウェイ・オブ・ザ・チキンだったね。銃はチキンソテーだけども、これは何かあるのかな？見切れてますよ。私のせいじゃない。飲んだのは霊夢だよ。ぐぬぬ。耳が立ってるから調べられるはずだけど、特に反応がないんだよな。
飾りの可能性もあるのかな。そうだね、このバーの屋根にもローストチキンとか唐揚げとか乗ってたしね。あ、すいません、さっきからちょいちょい鶏のこと料理語の名前で言うのやめてもらっていいですか。焼き鳥だ。鶏ね、霊夢完全に命の授業失敗してるじゃん。これを温玉に持っていけばいいのかな。学校で飼育していた鶏の名前教えてよ。え、チキン南蛮定食。ご飯と味噌汁までついてる。そんなことより、このつくねに温玉を合わせられるんじゃないかな。乗った。月見つくね、相性抜群。よし、親子丼になったけど何もないのかな。何もないなら行こう。食に感謝。うん、この画面ぐるぐるにも少し慣れてきたね。見にくいから私は早く死んでほしいんだけど。まあ、行けるところまでは行きます。開くの遅いんでカット。ほい。アイスクリーム屋さん。ペロペロ。特に変わってなさそうなので出ます。止まった。やっぱりこの方がやりやすいね。画面酔いするかと思った。いけない、壊れてなかった。近くだと微妙に当たり判定がないんだね。無駄な発見。そういえば2周目で分かったけど、この犬の絵があるところとか友人のデスクっぽいね。精神科で治療してる描写もあるね。幻覚なのかな。おい、動くな。早くこの社畜スペースを抜けて、ドーナッツの部屋に行きたいね。あの部屋は完全に初見だぜ。この辺りの小物も特に変わってないね。豆子美味しいかい。やっぱりここ職場だよな。真ん中の女性だけ出てきていない気がするけど。それかこの人が神父だから来ていないだけかもだぜ。うわ、ここはぐるぐるか。ついてきたよ。よし、行くよ。ここは止まってくれないんだぜ。なんか下から来る予感。鍵だ。何か来る？下から来た。うわ、あれ、ここからスタートなの？やだよ、画面直したい。あとなんか黒いのがまとわりついてきてるぜ。バッチリ、早めに出たい。行く。え、私だ。これ出れるまで無限に続くのかな。うわぁ、結構しっかり刺さってて草。ちょっと画面調整待ち。この辺かな。やばい、まっすぐ走れない。2回目。はい、次は真面目にやります。よし、行くよ。あ、ちょっと、おい、見えた、月の糸。決まったわ。やられると思ってたわ。さっさと帰ろう。でもあれは取りたい。正直何かわからないけど。取った。ありがとう、ほんと感謝。ぐるぐる止まってよかった。行きます。そうなんだ、勝たせてよ。そして気持ちよくさせてくれ。台無しならちょっと気持ちいいね。本性を表したね。絶対やだ、自分のでも噛んでて。さっきのやつ見てみようか。そのまんまだね。ドリンクの説明がハテナになってるから効果と関わってるのかな。どうだろう、一回飲んでみる。操作が反対になりました。変わってないね。あ、でも敵がメダルになった。倒すとこうなるのか。危ね、
犬の鳴き声がすごい。ほい。この銃で倒すと敵の体の一部が鶏になってるね。そういう効果があるんだね。普通のショットガンの方がいいんだけどね。敵が残るのがなんかやだね。ほい。うわぁ。気持ち悪。孵化失敗してるじゃん。失敗どころじゃない。なんか違う卵孵化しちゃったみたい。でも命に感謝だよマリサ。え、うやでそれ出す？授業失敗してるのに？しねえ。というかちゃっかり撃つな。でも霊夢がしっかり道徳ゼロで安心した。もうここには用はないから進もう。例のごとくカット。ほい。ほら。最初は倒し方わからなくて苦労したよ。うわ。え。お。刺さらないね。一回行けたから先に出てくれてるのかな。それじゃあさっと行こうか。オフ。忘れてたけど操作反対なんよ。いい感じ。引っかかったー。うほ。やばい。ふう。このツル抜けられる判定が横にもついてる。こすったら吸い込まれるぜ。気をつけないと。牛。ここ。いける。来たー。ナイス。このドーナッツが一番難しいかも。操作力だからだぞ。はい、というわけで今回はここまでにします。続きが気になる人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは、また次回。バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。アングラー、続きからやっていきます。今回はドーナッツの部屋を抜けたところからだぜ。そろそろ後ろから追ってくるかしら。全く来る気配がないな。どこかで詰まってるのかな？来ない分にはいいのだけど。来た？下から来た。なんでー？あ、結構早いな。ちなみに今操作反転してます。ぶつかる。ギリギリ当たらないわ。ミスった。ああ。下からはずるいぜ。ハットなんかかぶりやがって。犬にやつ当たりするな。ハッピーエンドは欲しい。ワンワン。諦めない。なんでだよハゲ。ハゲって言ってるからだぞ。とうとう怒られたか。ちゃんと謝りなさい。ごめんなさい。あの謝ってるんで、あなたっていうのやめてもらってもいいですか？諦めない。ほい。おい。長い長い。覚えられない。カチカチ。無理。諦めない。理不尽。よかとですか。あれは回避できない。諦めない。猫？大ハゲもう爆発はやめて。本当にお下品ですよ。よしよし、順調にここまで来れた。また下から来なければいける。え、スタンバってるぜ。取ったらすぐ動く？倒せるかな？くらえ。ごめんなさい。
動くのは聞いてない、やめて。ああ、こいつ意外に遅いから下で反転するよ。いい感じのスペース。邪魔なデスクは壊してもらおう。当たってないぜ。ここだ。うわあ、足早。戻ろうとすると足速くなるのかな。それか出口付近で速くなる可能性も。諦めない。安西先生の出番がないぜ。毒以前の問題なんですけど。まあ、飲まないんですけどね。おい、おいって、次。終わったか？大量。右から来てる。うわ、びっくりした。いつか来ると思ってたけど、やっと来たかって感じ。なんでちょっと嬉しそうなんだよ。行くよ。すぐには動かないね。今のうちに距離を取るしかないぜ。ちょっと待って、本当に動かない？挑発するな。あ、動いた。黙って走ってればいいものを。なんかあのまま行ったら下から来るかもしれないと思ったから。考えすぎだぜ。今回は結構話せてるね。いすー、前回は操作が反転してたからね。通常ならこんなもんです。どやー、それいらない。ほい、どやってるから。マジか。この先に道はない。諦めろってこと？そんなのやだよ。はい、じゃあ諦めます。即落ち。頭が。帰ってきた。続けますとも。頭に焼き鳥乗ってますよ。ニワトリね。そろそろクリアさせてください。お願いします。何でもしますから。お、バーテンダー。死なない。撃つなよ。鐘が鳴ってる。え、大きくなってる。うわぁ、脳汁チュルチュル。倒せるのか、あれ。攻撃食らっても普通に走ってたぞ。ワンワン。ワンワン、なんか喋れや。手前にドリンクあるから無敵で抜けられるかな。グビグビ、うまい。撃つのがトリガーっぽいぜ。オラオラ来いやー、無敵やぞ。無敵さん。無敵じゃ抜けられないね。ぐぬぬぬ。無敵とは。ダメー。聞くせう。よし、普通に戦ってもダメなら2回で回避。これで大丈夫でしょ。スタンバってます。マジか。聞いてない。逃れられないカルマ。わかったよ、これをやるしかないのか。最終奥義、ギリギリドア移動。勝った。またつまらぬものを。そしてこの一杯がうめえ。本当に勝ったのか。先には進めないね。部屋も入れなくなってる。時間経過で何かしらある？あ、そうだ、ここの左調べられるね。何か入ってる？特に何もない感じだね。お、あれは。見てる。引っ込んだ。目が出てたね。そんなことよりここから進めません。倒し方が違うっぽいぜ。エスケープキーが開きません。リセットしてきます。そういえば、ここにあるノームは全部集めたけど何かあるのかな？滑りにくくなったのかな？わかんないけど何かあるんじゃない？よし行くぞ。はい、上で避けるとバグっぽいです。今は治ってるらしいぜ。よしよし。
今度は下で避けてみよう。オッケー。ぶつかったぞ。これならいける。ああやめてこないで。上行くのか。ほい。パターン入った。結構攻撃してるけど倒れないな。ほい。うらららららら。もう倒れて。ほい。これ本当に倒せるの？一応食らってるし倒せるんじゃないか。あ、早かった。うわぁ、やり直しか。よし、パターン入った。結構攻撃して何もないのはおかしいかな。反対側行ってみよう。こっちにも2回あるしね。止まるなよ。うわぁ、だから止まるなよ。あぶね。え？え？まあ倒せたし、よしとしようじゃないか。扉開いてないね。また進行不能かな？いや何かあるかも。何かないか探すので倍速。というわけで今回はここまで。続きが気になる人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは、また次回。バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回もアングラー必死続きからやっていきます。前回ドーナッツマンを倒したところからです。なんか起きてる。ドーナッツだ。開いてるぜ。行きましょうか。なんかボタンがあるよ。読めねえ。押してみようか。ドロドロドロ。なんでや。いい加減喋れや。さっきのボタンはポリビウスって読むんだ。なんか昔あった曰く付きのアーケードゲームらしい。知らなかったわ。はい、どんどん進んでたら道が塞がってるね。牛だね。あ、動く。橋までやればいいのかな。うおお。でもこれ以上動かない。わかった、横から撃って落とすんだ。あばばばば。帰ってきた。落ちても大丈夫なのかよ。やっぱり操作が難しい。牛くんごめんね。落ちる時の顔が切ない。お前はチキンにならないのか。ここ大丈夫かな？いけるね。また行き止まりだったら切れてた。おお、ネズミくんが道案内してくれてるのか。あ、よく反応できたね。声が聞こえてたから。うお。ここが一番嫌い。暗い地球に来るからね。おじさんもわなわなした顔してるもん。そろそろかな？ほい。出口だ。やっとか。ネズミくん。泳いでるね。釣りでもしよう。来た。息子だね。なごんだし行くか。ここ敵いっぱいいるとこだね。パックマン、ここはバンダイだった？ちゃうよ。ああやばい。おお。まんまパックマン。
やべ、危ねえ。もう無敵なくなっちゃった。追い詰められる。よし、あとちょっと。来た。終わり。全部取ったね。ブチブチ。生きてた。鼻水。もうちょっとだったのに。ほい。この上は特に変わってなかったぜ。これ当たったらダメなのかな？避けながら行こうぜ。あぶね。振動かよ。ほい。容赦ないな。こいつのせいだから。マメコもジェリク食べないであげて。じゃあここにまた生贄を捧げようか。燃えろ。オッケー。ついに来たな。そういえばこの倒れてる人最初に中指立てられてるんだよね。どうしてくれようか。めっちゃ根荷物やん。あ、まだ何もしてないです。進化しちゃった。やな進化。いてや。笑うな。これ言っていいの？いけるんか。しかも結構強い。部屋とかには入れないぜ。戻っちゃった。ここまで来た。今回は邪魔してこないね。話せるかな？あ、返して。ごめん。もう撃たないから。新郎さんブチギレですぞ。無言の圧力。あいつ絶対許さない。手のひらくるん。うおぉ、張り合うな。よし即殺かますか。うや、どこ狙ってんすか。いやあれだよ、恐怖を煽る的なやつ。燃料投下。行くよ。ボス戦だね。おら来い。お、泣いてる？倒せないね。うん？どうすればいいの？落ちない？いけるね。戦わなくていいのかな。先に向かうよ。鍵だ。あとは脱出だけだぜ。早く出たいよ。ジェリク、お前は置いていく。しょうがないね。ここ通ると変な音が聞こえるよね。いつも何か来るのかと思っちゃう。氷張ってるじゃん。一回ここの魚に食われてもよかったね。やだよ。また暗い。倒していくね。帰りは大体武器なかったからね。逃げなくていいから楽。出口だ。
こっちも閉まってるかな？鍵が必要だぜ。アヒル？逃げた。待て。止まれ。止まったね。ローストチキンになっちゃった。うわ、キモいのが座ってる。めっちゃ似てる。お、なんでそこにいるの？さっき座ってたじゃん。興味持たれちゃったかな。あ、うわー、やつがいる。めっちゃ怖い。来てないよね。よし、振り向いた時に来てたら失神してた。抜けた。ゴールはもうすぐそこだね。というわけで今回はここまでにします。続きが気になる人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは、また次回。バイバイ。皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回もアングラー必死続きからやっていくわよ。前回鍵を手に入れて脱出するところだぜ。じゃあ行きましょう。ここはバスタブから血みどろのやつが出るとこだね。キモ。ほい。やっぱり来た。うわぁ、やっぱり奥ね。ちゃんと追ってきてるね。マリオさんキス。来た。出れた？え、いいの？とりあえず右に行っとくか。ワンワン。なんだこの選択肢。じゃあ帰るわ。抜けた。BGM もいいね。やっとクリアすることができたのかな？いろいろと死にまくったけど楽しいゲームでした。また次回作かなんかがあったらやりたいぜ。これどこまで続くんだろ。長いんでカット。お？登ればいいのかな？まあでも終わりでしょう。エンディングが来るまでもうちょっとだと思うよ。はい、それでは完走した感想は。お、赤に必要だ。いけないわ。もう戻ります。帰ってきたぜ。なんかええや。ここは？ベタ。小さくなったな。やめろやめろ、字幕にかぶる。絶対処す。いけ。ダメだこれ。マジか。倒せなくない？倒せたね。このまま進むのか。マメコ、やめて。ああ、
兄弟だと思ったのに、暗示は解けてるね。ウロコダクさん。あ、友達じゃないんで行けます。これ小さい時はどうやってやられるのかな？おらこいや。見つかんないんだ。無敵じゃん。次は倒すよ。見たか。銃はネズミより強し。ネズコたちがいっぱい。ケーキがある。食べるよ。主人公の特権。力が戻る。あふん。壁は頑丈だったね。もう帰る。はよ入れって。はい。友達じゃないです。なんなら新郎もやっちまったし、クリアしたいんで何でもしますよ。マメコ。銃がないね。口紅？トイレで化粧してる人がいたね。ほい。口紅置け。おっさんの熱いキッス。言い方キモい。鍵もらった。外に出た時、閉まってたところのやつかな？外には出れたから合ってるね。お？カバン背負ってる。ドラゴン。痩せた。JK っぽい。キモい。イラスト集になってる。戻った。本当に終わりそう。秘密のホテルだ。読めない。蜂のための宴会。舞台芸術と研究がなんとかって書いてあるね。もう一つの方は何だろう。アリのウォーキングレクチャーだって。自然体験みたいなことなのかな。それがこのホテルでやってますってことか。インドア派にはきついわ。もう寝る。私たちを勝たせるつもりはないんでしょう。誰目線？主人公目線かな。お前の勝ちだ。 We are the champion。 もうお前とは遊びたくない。なして？お前の勝ちだ。はい。いや負けてるんですけど。ここから抜け出せる主人公ってすごいやつなのかな。この金髪のおじさんも目覚めてるのに抜け出せないしさ。くたばれ。よしなさい。またここに来たけど銃がないんだよね。倒したかったな。また見つかんないようにしないとな。え、今自分で頭落としたぜ。なんで？頭がない。これは下向いてるのか息絶えてるんかどっちなんだ。反応がないね。釣ってる。一人用ブランコ。
なんか敵が全滅してる。ここもか。だらーんとしちゃってるね。ここのスポーツヴァンパイアはどうだろう。大会で負けた時みたいになってる。ここはいるのね。手を挙げられてもこっちは丸腰なんだけどね。ちょんぱしないよね。お、さすがに今回はないか。優しい世界。どこ見ていってんの？ここを見ていってんなら完成死んでるよ。ジェリク、お前は何回出てくるんだ。お前らは生きてたのか。ジェリクさっきもいたよね。ここは生贄を選ばないと進めない感じか。しょうがない。ジェリク、君に決めた。何食ってんだこいつ。吐きそう。出よう出よう。やっぱやべえとこだわ。ハゲ？ハゲはいいや。もっと優しくして。3周目クリアだ。よし帰ろう。アヒン？お口が悪い。バッドエンドです。確かにひどいよ。これで3周目だよ。12は弱い。新しいね。というわけで今回で3周目クリアです。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画が良かったよって人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。このチャンネルでは色々なゲームの実況や紹介をしていきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また次回。バイバイ。